ギャラス・マックリアリーは、イングランド・オックスフォード出身のプロサッカー選手。サッカージャマイカ代表。ポジションは FW、ウィコム・ワンダラーズ FC 所属。地元クラブのオックスフォード・ユナイテッド FC でプレーを始めたが、3ヶ月在籍しただけで、トップチームには上がらず退団した。その後、もう一つの地元クラブである、オックスフォード・シティ FC で、シニアデビュー。以降、 ノンリーグのクラブでキャリアを積んだ。2008年1月31日、トライアルを経て、ノッティンガムフォレスト FC とプロ契約を結んだ。2008年3月3日のカーライルユナイテッド FC 戦でプロデビュー。4月1日のカーライル戦でプロ初ゴール。2012年3月は1ヶ月間で6ゴールをマーク。この活躍から、 チャンピオンシップの月間 MVP に選ばれた。またシーズン終了後、サポーター投票でチームの年間ベストプレイヤーに選ばれた。2012年5月16日、レディング FC と3年契約を結んだ。2014年10月3日、契約を2017年夏まで延長。2017年1月17日、契約を20年夏まで延長。 2020年11月4日、トレーニングに参加していた、ウィコム・ワンダラーズ FC とシーズンいっぱいの契約を結んだことが発表された。イングランド生まれながら、ジャマイカにルーツを持つためジャマイカ代表を選択した。2013年1月24日、ジャマイカ代表初招集。2月6日、 レディングのチームメイトのジョビマカナフ、エイドリアン・マリアッパと共に同試合に出場しジャマイカ代表デビュー。ありがとうございます。